2020年4月4日土曜日より MBS、東京 m x BS11、J、テレほかにて公表放送中の乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまった。第6話夏休みだから楽しく遊んでしまった。のあらすじと先行場面カットが公開された。山口悟による原作はシリーズ累計150万部を突破し。 1, 1人者文庫アイリスより好評観光中乙女ゲームの悪役令をカタリナ・クラエスに転生してしまった17歳の女子高生がゲームの世界の彼女の結末であるハッピーエンドで国外追放バッドエンドで 死亡と究極の二択破滅への道を回避するため奔走するその姿と彼女を取り囲む魅力的なキャラクターたちが織りなす世界観は数多くの人たちに支持され原作ノベルのコミカライズ作品は次に来る漫画大賞2019コミックス部門第4位にも選出された第6話のあらすじと先行カットはこちら第6話夏休みだから楽しく遊んでしまった順調 に破滅フラグを回避しているカタリナはヘビのおもちゃの投擲練習や畑仕事木登りに至るまで来たる破滅フラグ回避への準備を進めつつも充実した夏休みを満喫していたそこへやってきたジオルドから一緒に湖へ行きませんかと誘いを受けるカタリナと二人きりで過ごしたいジオルドだったがさらに脳内会議メンバー通称カタリナ5が第6位第六。 話の内容を説明する Web 限定の次回予告が公開「カタリナ5」によって説明される絶妙な雰囲気のウェブ次回予告もチェックしてみよう。